ジークフリート・クラカウアージークフリート・クラカウアーは、ドイツのジャーナリスト、社会学者、映画学者、フランクフルト・アム・マイン出身、ユダヤ人一家に生まれる。バイマル共和国時代のドイツで、約10年間、フランクフルター・ツァイトング身の学芸欄、編集員として活躍した。この頃から、映画や、社会学に関する著作を発表する。1930年、本社から、 ベルリン支局に移動。1933年、ナチス政権が成立すると、フランスへ亡命した。1937年、ジャック・オフフェンバックと同時代のパリを発表。1941年、フランスもナチスに占領され、アメリカに脱出。1947年に代表作、カリガリからヒトラーへ、を発表。映画社会学の講師である。大衆文化。 特に映画を分析することで、当時のドイツの社会的心理や、社会的イデオロギーを読み解こうとした。バルター・ベンヤミン、エルンスト・ブロッホ、テオドール・アドルのマックス・ホルクハイマーとの交流もあり、バイマルキに活躍した重要な知識人の一人として数えられる。オギノ・タケシ、クラカウアーのカリガリから、ヒトラーへ。ありがとうございます。